ありがとう、猫さん。お礼に、あなたにミルクがあげたいの。一緒にいらっしゃい。いやあ、盛り上がっているかい？参加者諸君！盛り上がらない子は私たちが食べちゃうわ！騒げや歌えや！今宵の主演を！とにかく言うことを聞かないのね、基本的に。リーダーシップが大事だと思うんや。背中で語らにゃ部下はついてこんで。それでついてくる部下には問題はないのだが、一筋縄ではいかん。とにかくね、部下には舐められたらおしまいなのよ。たまには小さなミスをわざとらしくみんなの前で大声で叱責するのも大事だわ。そんなのダメ、みんなに怖がられるだけ。リーダーはみんなの模範にならなきゃダメだよ。リーダーたるものはね、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん。キリエ！どうしてキリエは嫉妬すればするほど強くなるの？人聞き悪いことを言わないで。私は欲しいものを逃さない。それを常に実践してるだけなんだから。さあさあ、お待たせしました。まだまだお料理は続きますよ。勝手に当家のパーティーを仕切って、ね、しかし悔しいですが、身のこなし全てに隙がありません。一体どこのホテルで修行を。仕方ないわよ、ロドリ様は完璧魔人だもん。でも私はゴーダの方が好きよ。これ焼き加減最高だってば。しかしですな、バンダイン20足で否定されつつも名作と呼ばれるミステリーは数多くありますぞ。別に否定してるわけじゃない。ミステリーなんて所詮は娯楽、楽しんだもん勝ちだ。あのウィザードハンティングライトも随分と丸くなったものと知るものなり。文学も娯楽も時代に応じて作法が変わることもあります。推理小説もまた
同じということでしょう。確かに新人の心構えはそうあるべきだ。だがそれではいつまでも中堅にはなれんね。しかしながら規則は遵守すべきものであると知りたまえ。そんなものは新しき新人が守れば規則なり、新人用のテンプレートであることを忘れてはならんぞ。そういうこった。ルールの外での働き方を覚えてようやく一人前なんだぜ。ルールに縛られてるうちはまだまだ半人前だな。私仕事を人に譲るのも耐えられないの。私は強欲の魔物。仕事はみんな私が独り占めにしちゃうわ。あなたいい根性じゃない。煉獄の七姉妹ってお給金どのくらい？うちの主人の会社に入りなさいよ。推薦してあげるから。なるほど、これが魔女の世界のお作法なのですか。そうに、そうに。カップのお茶をお皿に垂らし、両手の手のひらをテーブルに押し付けて、お皿のお茶を犬みたいにチューチュー吸うのが我々のお作法に。あんた何変なこと教えてんのよ。そんなお作法あるわけないでしょ。ナツヒも騙されてんじゃないわよ。スカポンタ、いい歳して。コラン、サタン、ナツヒさんに向かってなんて失礼な。なんで泣き出すんですか。サタン、私そんなに厳しく叱りましたか。シエスタ410さん、純粋な母に二度と妙なことを吹き込まないように。大丈夫、後にならない程度に加減してありますから。私の王子様、どこかにいないかな。アズムはね、燃えるような恋がしたいの。恋をしたらマリアも素敵なお姫様になれるかな。なれるとも。恋は奇跡だ、パワーだ、ミネラルだ。無敵の力を与えてくれるのだ。愛は色欲なんだよって言ってた人が何か言ってるわ。毎晩色欲三昧に違いないぞ。黙れ、ハレンチ女とスケベジジイ。わかるよ、その気持ち。僕たちは誰かに命令されて初めて生きる価値が生まれる。私、命令がないと不安なんです。誰か私に何か命じてください。じゃないと死んじゃいます。そんな根性じゃダメだぜ。自分の生きる価値は自分で生み出す、自分で切り開く。そうよ、絶対の意志を持たないとダメよ。私が人間やってた頃はそりゃがむしゃらに生きてたわよ。なんとも摩訶不思議な光景です。そうですね。ドラノール様、おかわりはいかがですか。ジュースならもらいます。子供ですので。お、シャノンちゃんでいいや。ちょっといいかい。はい、バトラ様、お呼びでしょうか。悪いんだけどさ、客間の鍵を貸してくれるかい。客間でございますか。マスターキーでも開きますが、何か。いや、エンジェは眠ってるかなと思って客間に行ってきたんだが、鍵がかかってたんだ。鍵ですか。私たちはエンジェ様をソファーにお運びした後、扉は閉めておりますが、鍵は閉めておりません。ああ、まさかエンジェのやつ、自分だけ仲間外れにされたと思って内側から鍵を閉めていじけてやがんのか。やれやれ。お開けしましょうか。そうだな、すまん、頼めるか。
鍵がかかっておりますね。開けてよろしいですか？寝ていたら悪いからとノックはしなかったんだが、鍵をかけたってことは起きたって証拠だしな。一度ノックするか。一通りへそを曲げてからまた寝ちまったのかもな。開けてくれるか？かしこまりました。エンジェ、入るぞ。エンジェ、エンジェ、エンジェ様、いらっしゃいませんか？様は窓から出て行かれたというのでしょうか？寝ぼけるにもちょいと程があるな。私が問題を出す番ね。ワンホールの3分の1のケーキと4分の1のケーキと5分の1のケーキがお皿に乗ってるの。ワンホールを食べるのに30分かかるとして、食べ終わった時お皿にケーキはいくつあるでしょう？ゼロ個でしょ？あんたが引っ掛けられた問題じゃない？遅刻してごめんなさい。パーティーを盛り上げる催しの準備をしていたらすっかり遅くなってしまって。あら、かけらの海で朽ち果てたと思っていたら。今は私の駒よ。素敵でしょ？バトラーはどこ？ベアと招待客が来たのよ。出迎えてほしいものだわ。俺はここだ。そなたを招きはした。だが来るとは思わなかったのでな。なるほど、これは奇跡というわけだ。うまいことを言うじゃない。何をみんな静まり返っているの？パーティーでしょ？
わざとらしいくらいに賑やかにしてちょうだい。それとも私を沈黙で迎えるという余興なの？今度はお前の番だ。何が？バトラはどこだとお前は尋ねた。だから俺はここだと答えた。次はお前の番だ。何の話だ？何かあったのか？エンジェが消えた。ゲームマスターの俺にさえどこに行ったかわからない。そんなバカな。これはそなたのゲームであろう。そんなことがあるわけがない。エンジェが消えたのがゲームマスターバトラのシナリオでないならば、ゲームマスターが他にいることになるわね。そのようなことがあるというのか？ええ、私も驚いてるわ。胸がすくような楽しいゲームを始めようとゲーム版を広げたら、全く同時にバトラもおかしなゲームを始めていたというわけ。ゲームマスターが二人なんておかしなこともあるものね。それはつまりお前がエンジェをどこかに隠したと認めたということだな。そうなるな。ゲームマスターのバトラの描いていないシナリオが生み出せるのは、もう一人のゲームマスター殿しかいないということになるのだから。パーティーを盛り上げる催しの準備ってやつ。ラムダたちはクイズ大会で楽しく盛り上がってたわね。だから私もそれに加わることにしたわ。エンジェはその人質のつもりというわけか？そういうことよ。バトラ、ベアット、あなたたちにゲームを挑みたいの。拒否権はないわ。エンジェが大事な妹ならね。何が望みだ？あんたとベアットを巡るゲームで、私はラムダと賭けをしていた。それには、私は負けたことを認めなくてはならない。少なくとも、ラムダには、ね。ベルンってドライそうに見えてなかなか執念深いのね。つまりこういうことでしょ。私には負けたけど、バトラやベアトに負けたわけじゃない。俺たちと勝負したい。そういうことか？恐ろしい敵であるぞ。だが引けない。分かっておる。エンジェをベルンカステル卿のおもちゃにさせるわけにはいかない。ベルンが正々堂々となんてね。笑えば。どうして？ありがとう。